涼子です。今回は府中を拠点とする2つのラグビーチームによる府中ダービープレシーズンマッチの模様をお伝えします。どうぞ最後までご覧ください。それでは早速参りましょう。まずは府中市からのお知らせです。府中市発行の広報誌広報府中から主なお知らせをお伝えします。生涯学習フェスティバルを開催します。9月10日土曜日、11日日曜日に生涯学習センターで生涯学習フェスティバルを開催します。市民の皆さんが制作した作品の展示や市民グループによる歌や踊りの発表などたくさんの催しが行われます。ぜひお越しください。なお、各催しの観覧・参加は無料です。当日直接会場へお越しください。ウォーキング大会の参加者と協賛企業・団体を募集します。子どもから高齢者まで誰もがそれぞれの健康・体力に合わせて参加できるウォーキング大会の参加者を募集しています。ウォーキング大会の日程は12月17日土曜日、その他の詳細はご覧の通りです。申し込みは11月18日金曜日までに電話またはファックスでスポーツエントリーへお願いします。ファックスでの申し込みには決められた用紙が必要です。用紙は市のホームページからダウンロードできます。またこの事業をさらに盛り上げるために協賛物品などをご提供いただける企業・団体などを募集しています。申し込みは10月31日月曜日までに電話で歩いて知ろう我が町府中実行委員会事務局へお願いします。敬老の日記念大会を開催します。9月19日祝日、府中の森芸術劇場で高齢者の方の長寿のお祝いをするとともに日頃の感謝の気持ちを込めて敬老の日記念大会を開催します。内容は式典・歌謡ショーほか、出演は歌手の牧村美恵子さん。対象は昭和21年9月30日以前生まれの市民です。開始時間は対象地区ごとにご覧の通りとなっています。詳しくは広報府中9月1日号をご覧ください。広報府中の配布をご希望の方は広報課・広報担当へお申し込みください。府中市マスコットキャラクター府中駒からのお知らせです。府中駒が府中市を PR するため今年もゆるキャラグランプリ2016にエントリーしました。投票期間は10月24日までです。皆さんの応援をよろしくお願いします。投票はパソコン・タブレット端末・スマートフォンなどから行うことができます。初めて投票される方はご覧の手順で ID 登録が必要です。ご覧のメールアドレスにカラーメールを送信するか QR コードを読み込みメールを送信してください。返信されたメールを開き登録用 URL をクリックしパスワード登録をすることで登録が完了します。府中駒の投票はご覧の投票ページから行うことができます。お気に入りに登録すると毎日すぐに投票することができます。100位以内を目指して頑張りますのでご協力をよろしくお願いします。以上、府中駒からのお知らせでした。さまざまな災害に対する日頃の備えや心構え、各ご家庭でできる対策などを市の職員が紹介する防災寺子屋のコーナーです。今回は防災危機管理課の山田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速ですがテーマを教えてください。はい、今回のテーマは防災備蓄についてです。今回私たちは朝日町防災倉庫にお邪魔しているんですが、こちらにはたくさんの備蓄品がありますね。はい、市では
約4万人の方が3日間生活できる食料や毛布などを備蓄しています。その他にもウェットティッシュ、生理用品、高齢者向けの大人用紙おむつから、乳幼児向けの紙おむつや粉ミルク、哺乳瓶なども備蓄しています。保管場所はこちらの旭町防災倉庫のほか、各市立小中学校などです。幅広くいろいろなものが備蓄されているんですね。はい、そうですね。しかし、市の備蓄には限りがあります。先ほど4万人分の備蓄というのは、実は自宅が倒壊したり火災で焼失してやむなく避難所に避難した人の数を想定しているので、市民の皆さん全員分を賄うことはできません。市が備蓄している食料や毛布というのはあくまでも地震で家を失った方のための備蓄なんですね。はい、しかし4月に発生した熊本地震では、大きな地震が続いたため自宅にいるのが不安と感じた多くの方が避難所に集まりました。また過去の震災では、家の中の家具が倒れたりガラスが割れたりして自宅で生活できなくなった方がやむなく避難所に集まっています。こうなると市が備蓄している食料や毛布などはあっという間になくなってしまいます。そのためにも家庭での備蓄が大切だということなんですね。はい、その通りです。市民の皆さんへのお願いになりますが、日頃から災害への備えとして3日分の備蓄をお願いしたいですね。3日分の備蓄となると必要なものを揃えるのはなんだか大変そうだなと思うんですが、ポイントはありますか？はい、そうですね。乾パンなど普段使わないものを用意するというのは管理や計測が非常に難しいです。日常備蓄という考え方は実践しやすいと思います。例えば普段の買い物でインスタント食品や缶詰などを少し多めに購入するようにしておくと、いざという時の備蓄になりますし、ストックがなくなる前にまた少し多めに購入するというサイクルを作るといざという時の備蓄にもなります。それなら継続的に備蓄できそうですね。はい、その他にも乳幼児や高齢者がいる家庭は紙おむつや常備薬など欠かすことができないものを日頃から多めに用意しておくことをお勧めします。特に慢性的な疾患を持つ方は日常的に処方薬を必要とするケースが多いですので、手持ちの処方薬を切らさないよう医師にも伝えておくと良いでしょう。では最後にポイントを教えてください。はい、普段必要となるものを少し多めに用意していただいて、そういった当面必要となる最小限のものを袋に詰めた非常持ち出し袋の準備も大事になります。それらをリュックなどに入れて、玄関の近くですとか寝室、車の中などに入れて、とっさの時に取り出ししやすいように、置いておくと良いでしょう。何事も備えが大切だということが分かりました。私もできることから始めてみたいと思います。今回は山田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。続いては先日開催された府中ダービープレシーズンマッチの模様をお伝えします。市ではラグビーの街府中として3年後に開催されるラグビーワールドカップ2019を市民の皆さんと一緒に盛り上げるため様々な事業を展開しています。その一つとして府中市内の2つのチームが対戦する府中ダービープレシーズンマッチに市民の皆さんをご招待しました。会場ではラグビーを身近に感じ親しんでもらうためグッズ、飲食販売やお楽しみ抽選会などを実施、試合が始まる前にはセレモニーも開催されました。府中ダービープレシーズンマッチはラグビートップリーグの開幕に向けた最終調整という位置づけで、今シーズンの行方を占う重要な一戦です。今回は高校・大学時代にラグビー選手として活躍した環境政策課の小森さんにラグビーの基本ルールを伺いながら観戦しました。
ラグビーでは1チーム15人がボールを奪い合いながら敵陣の得点エリア、インゴールまでボールを運びます。そのためにパスをしたり、ボールを持って走ったり、キックなどを繰り返します。パスをする際はボールを前に投げてはいけないため、真横より後方の選手にパスをします。インゴールにボールを運ぶことをトライと言います。トライを決めるとゴールキックに挑戦することができます。トライを決めると5点、ゴールキックを決めると2点追加されます。ラグビーの見どころの一つが迫力のある強烈なタックルです。タックルの後、ボールが地面にある状態をラック、選手がボールを持っている状態をモールと言います。ラックでは相手の選手を押してボールをまたぐか、足で後ろへかき出します。モールでは相手のチームと組み合いながらお互い前に押し出そうとします。東芝ブレイプルーパスは力強く相手を押し込んでいくタイプのチームです。サントリーサンゴリアスはボールを持って鋭く走り込んでいくタイプのチームです。タッチラインと呼ばれる線の外にボールが出た場合はラインアウトによって再開されます。試合中、ボールを前に落とすなどミスによる反則があった場合は、フォワードの選手がスクラムを組んで試合を再開します。スクラムでは相手のチームを押しながら足でボールを後方へかき出します。試合中にはボールを奪われ攻撃と守備が一気に逆転することもあります。ターンオーバーといって劇的な場面の一つです。この日の試合は激しい攻防の末にサントリーサンゴリアスがリードする展開となりました。試合時間は前半後半合わせて80分、最後まで接戦が続きました。今回の府中ダービーはサントリーサンゴリアスの勝利となりました。小森さんにルールを教えていただいてみると、やっぱり試合の見方が変わりますし、本当に楽しかったです。はい、府中市もですね、ワールドカップありますので、ぜひですねみんなで盛り上げていきたいと思います。それでは今回のまるごと府中はこのあたりで失礼します。また次回もぜひご覧ください。さようなら。